ジャーファルサーリィク、ジャーファルアイコールサー、702年4月20日から765年12月4日、全米アブアブドゥッタージャーファル、イブンムハンマドイブンアリーイブンフサイアイコールディクは、シーア派、イマーム派の第六代イマーム。アイコールサーとは、真に値するもののイクーファの町を拠点に活動し、神学者、法学者としても著名。 ジャーファルアイコールサーの法判断は、後のシーア派法学において、ジャーファル法学の基礎となっており、イマーム派シーア派の協議を確立したイマームと言ってよい。しかしジャーファルアイコールサーの名声はシーア派内に止まるものではなく、信頼性の非常に高いハディースの伝承者として、また、学問全般に対する貢献からスンナ派の間でも、高い数形を受けた。 また、ジャーハルアイコールサーの光景をめぐって、後に、主流派となる十二イマーム派と今日のアーガーハーンの、家系に連なるイスマーイール派との分裂が起こっている。ジャーハルアイコールサーは702年4月20日、マディーナで誕生した。父は、第五代イマームで、四代イマームのアリーブンフサインの孫である、ムハンマドアルイコールバーキル。がって、 初代アリーとその妻ファーティマザ・フラーの子、フサインを通じて預言者、ムハンマドの直系の子孫にあたる。また母、ファルワー・ビント・カーシムは、初代聖徒カリフタルワ・ブーバクルの彦にあたる。ジャーファルは、幼児から祖父、アリーの下で勉学を積み、祖父の死後は、七百四十三年のその死まで、父、ムハンマド・アル・イコール・バー・キルと共に学んだ。ジャファルは、ハディス、スンナ、 クルアーンなどのイスラーム諸学に通行し、さらにイスラーム学に加えて、自然科学、数学、哲学、天文学、解剖学、科学、その他の諸学芸にも通じた。イスラーム史における科学者として、第一に名の挙げられるアブームーサ、ジャービルイブンハイヤーン、西欧語では、ゲーベルの名で有名は、ジャーファルアイコールサーの弟子の中でも特に有名である。 ジャーファルは学問における自由主義的寛容さで知られており、異なる信仰あるいは心情を持つ学者らとの議論を切れした。深夜派では、スンナ派の方学派や、神学派のそのうちの三人までもが、ジャーファルの下で学んでいるという理由から、彼らをジャーファルの弟子とすべきであると考える。この議論はスンナ派の立場からは、ジャーファルの影響を誇張したものであるとされている。 学者らの多くは、互いの講義に出席していたのである。ジャーファルは、前説の学者としてのあり方から見て、取れるように、知と理性、悪ルを非常に重視した。これはシーア派学問や、神知学的分野のみに止まるものではなく、法学分野に影響を与え、さらにシーア派の競技そのもの、ひいてはその政治思想にも影響を与えるものであった。判断。 特に法的判断における理性の強調は、とりも直さず判断するものの、知を重視することになるからである。この判断を社会全体での判断について当てはめると、次のように議論が展開する。ムスリム全体を導くために判断するもの、すなわち運魔、イスラーム共同体を指導する者にも当然、知あるいは理性が求められる。では、預言者、ムハンマドボツゴのように、 地理性を持つ者が確保されていくのか。そこで、ジャーハルは、イマームこそ、そしてイマームのみが神の言葉たるシャリーや、イスラム法を正しく判断できるものとする。初代イマームアリーは、地の完成者として称賛されるが、ジャーハルは、その地のあり方は、アリー家に受け継がれるとしたのである。こうして、ジャーハルにおいて、深夜ハイマーム派の根本教義の一つ、 アリー家のムビューのイマームが代々指導する共同体を施行するという協議が成立した。ジャーファルアイコールサーは激しく転変する時代に生きた。ジャーファルは先々大イマームアリーのシントラにおもんぜられたが、彼らはウマイア朝から見れば異端的な反乱軍デリ。ジャーファルの演者の多くはウマイア朝によって死に追いやられたのである。おじ、ザイドイブンアリーはジャーファルの父。 ムハンマドアルイコールバーキルが没した直後、ウマイヤ朝に対して反乱を起こした。ジャーファルはこれには参加しなかったが、ザイドをはじめ演者の多くが亡くなり、また罰された。ウマイヤ朝末期の数年間にはこの他にも多くの反乱があり、750年のアパース朝成立に至る。この時ジャーファルは48歳になっていた。もろもろの反乱勢力は、 ジャーファルはイコールサーの指示を求めたが、ジャーファルは自身の見解をはっきりとさせずに、この類の要請をはぐらかし続けた。ジャーファルは仮不意を彼に与えるというような文言を持つ書簡を燃やしてしまい、このものは私に従うものではなく、そもそも神の領域に属することをなすことは、このものにはできないと言ったという。ジャーファルはその本意を隠し、慎重に沈黙を続け、 シーア派競技タキーヤ、信仰秘匿の確立の延言はここにあるとされる。タキーヤは、すなわち、自らの本来の心情を明らかにすることで、事故や他者が危険な状態に置いてしまうような場合、これを隠すことが認められるという競技である。ウマイヤ朝に代わる、新たな統治者アッパース朝は、ムハンマドのおじ、アッパースの子孫としての立場を基礎として、権力の座に上った。したがって、 ムハンマドの子孫であり、多くの人々に、カリフィによりふさわしい権利を持つと見られた、ジャーファルは、アッパース朝の多大な権威の対象であった。ジャーファルは綿密に監視され、時にはその信徒との渋滞を断ち切るために極に、下されることもあった。しかしどこに身を置こうと、なお迫害に耐え、研究と著述を続けたのである。 ジャーファルアイコールサーが墓したのは765年12月4日のことである。毒殺であったというものもあり、シーアハイマームの前任者たち同様、殉教者とされた。マディーナの有名な墓地ジャンナトゥルバキー墓地にその身が葬られている。イマーム派の中で十二イマーム派、イスナーシュアリーとイスマーイール派への分裂が起こったのはジャーファルの没後のことであった。 イスマー・イール派は、ジャーファルの長子、イスマー・イールの継承をかとし、一方十二イマー・ム派は、イスマー・イールの弟ムーサー・カーズイムの継承を、叱るべきとしたのである。結果的にイスマー・イール派は他元を分かつことになり、今日に続く。イスマー・イール派・ニザール派の指導者、アーガー・ハーンは、イスマー・イールの子孫を称している。イランやイラクで主要な位置を占める十二。 イマームハシーアハシュには別名、ジャーファリー派とも言われる。言うまでもなく、ジャファール・サーデクの名前から由来している。どれほどこの人物がこのイスラームの一派で吸うような位置を占めるかは、これによっても知ることができる。1979年に成就したイランイスラーム革命のイデオローグの一人、モルタザー・モタッハリーは、サーデクの意義を正当に評価するためには、まず、 彼の時代状況を踏まえる必要があるという。サーデックの時代を三代目、イマーム、ホセインの時代と比較すれば、なぜ前者が政治的に恩恵な立場に終始したのか、明瞭になるのである。サーデックの時代も、ホセインの時代と共に、政治的に言えばシーア派にとって、受難の時であった。ホセインは、恐れもなく果敢に、時の圧政的馬や朝に挑み、壮絶な死を遂げた。 一方のサーデクは、周囲の支持者たちの懇願にもかかわらず、半家を翻すことなく窒居して、弟子たちの教育に従事することを選択した。記述の通り、当時のシーア派はハサン派とホセイン派に分かれており、サーデクはホセイン系の指導者であった。アッパース朝の圧政に対して、ハサン系の領主、アブドンッラーは、アブーサルマと共謀し、 政治的陰謀を展開していたが、アッパース朝の初代カリーフは、最終的に両者とも殺害した。問題は、このような状況の中で反旗を翻すのが得策か、あるいは沈黙を守るのが賢明かいずれかである。この問題について、モタッハリーは、サーデクが、自らの殉教がイスラームとムスリムたちのためにより良い、結果をもたらすのであれば、ホセインのように、殉教を選ばれたであろう。 その時代において、より利益があったのは、知識、思想、教育に関する一つの指導であって、その影響は、今日に至るまで及んでいると述べる。このイスラーム歴、第二世紀頃は、ホセインが巡視した時代とは、知的環境が大いに異なっていた。ギリシアの合理主義的思弁法を用いた、ムータズイラ派進学が、徐々に勢力を獲得してくるの補調を合わせて、法学、倫理学、 哲学、神知学、解釈学、伝承学などが整備されてきた。現在シーア派世界で行われている基本的な形式はサーデクの時代の方法の結果として生まれたのである。このようにサーデクの政治的沈黙はシーア派共同体全体の福利のためであって彼によって今日のシーア派の基盤が据えられたというのである。すなわちサーデクの時代は 思想的革命の時代であって、政治的革命運動の条件が整っていなかった。言い換えれば、新しい帝国に編入された、様々な地域から流入する思想、文化的要素が、イスラームの存亡を脅かしていたのである。これは、イスラーム誕生以来、かつてない現象であった。専門的な法学者が初めて、イスラームの舞台に現れ、さらに進学者、異端者、 さらに神秘主義などが現れた。この百科奏明的状況の中で、サーデクの使命はこれらを萌え的潮流に押し流されることなく、以前と対峙しながら、自らの寄って立つ宗派の立場をかっこたるものとすることにした。シーア派の支持者から見て、この状況に対応できる人物は、ジャーハル、サーデク以外にいなかったということである。彼の学識が、宗に優れることは、 彼の周囲に参集した弟子の多さでも知れるが、スンナ派の学者や、反シーア派的立場の者すら、サーデクの見識を称賛していた事実がある。例えば、マーレク・アナスは、2年間イマームのもとで計賛していたが、あの2年間がなければ、今の自分はなかったと語った。さらにシーア派に敵対心を燃やしたことで知られるすら、サーデクの実は、煮え立つような知識を持っていた。並々ならず禁欲的で、 経験差を保持した人物であり、欲望というものからかけ離れた人物であったと、例外的に扱っている。ある者が、ジャーファールに神を見せよと頼んだ。イマーム迎えて曰く、太陽を見よ。男は言う。太陽を見ることはたわず、輝きの、大なればなり、と、ジャーファールは言う。非造物すら見ることができない。いかにして、想像主を民とするかと。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。